高橋さん、よかったらこれ七瀬さんとどうぞ。うわ、美味しそう。いつもありがとうございます。小橋さんは本当にいい人だな。あー、すいません、七瀬さんが待っているんで。昨日引っ越してきた小橋というものです。これからよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。あと、よかったらこれどうぞ。作ってきたお菓子なんですけど。美味しそうですね、ありがとうございます。いいえ、同年代の方がお隣でなんだか嬉しいです。高橋さん、この方は？はじめまして、隣に引っ越してきた小橋です。これからよろしくお願いします。こちらこそ。大橋さんは愛想もいいし、イケメンだし、料理もできるって文句のつけどころがないな。高橋さん、こんばんは。小橋さん、お疲れ様です。もしかしてお仕事終わりですか？はい、今日は久しぶりに定時で帰れたんです。へえ、お仕事大変なんですね。まあ楽ではないですあの、高橋さんに聞きたいことがあるんですけど。はい、何ですか？七瀬さんとはどういう関係なんですか？一緒に住んでるってことは、もしかして結婚を考えてたり？いや、一緒に住んではいても付き合ってるとかじゃなくて。え？そうなんですか？じゃあどうして一緒に住んでるんですか？まあ、いろいろ事情があって。へえ、勝手に恋人だと思ってました。七瀬さん、高橋さんにぞっこんって感じだったのでもう少し七瀬さんのことを質問してもいいですか？え？七瀬さんのことですか？まだ七瀬さんとは打ち解けてないなと思って。せっかくお隣になったんだし、仲良くなりたいと思ってるんです。年も割と近いですしね。うん、そういうことですか。どうしたら七瀬さんと仲良くなれますかね？七瀬さんの好きなものとかも教えてください。仲良くなる方法。七瀬さんの好きなものか。俺、七瀬さんと一緒に住んでるのに七瀬さんのことあまりよく知らないんだな。高橋さん、会話をするようになれば自然と仲良くなれると思いますよ。なるほど、慣れって重要ですもんね。ありがとうございます。七瀬さん、こんにちは。え、どうしてここに？たまたま通りかかったんですよ。実は僕の職場も近いので。そうなんですね。そうそう、よかったらこれ受け取ってもらえませんか？七瀬さんに似合いそうだなと思って。すみません、私、高橋さん以外の男性からはプレゼントを受け取らないようにしてるんです。お気持ちだけ受け取っておきますね。そうですか。じゃあこれは僕がつけます。あ、そうだ、今度高橋さんもいる時に遊びに行ってもいいですか？うちにですか？僕すっかり高橋さんと仲良くなっちゃって、今度家に遊びに行っていいかって高橋さんとも話してたんですよ。そういうことなら構いませんが。ありがとうございます。その日も美味しいお菓子を持っていくので楽しみにしていてください。それじゃあまた。今日は招いていただきありがとうございます。予想していた通り素敵なお部屋ですね。普通ですよ小橋さんが来るって聞いて必死に片付けたんだよな。小橋さんはどんな感じのお部屋にしてるんですか？おしゃれそうな感じがしますけど。小橋さん、すいません、ぼーっとしてました。ちょっとお手洗いを借りてもいいですか？どうぞ。場所はわかりますか？はい、同じ間取りなので大丈夫です。なかなか戻ってこないですね。大丈夫かな？すみません、電話がかかってきて外で話し込んでました。あ、そうだったんですね。でも玄関の扉が開く音は聞こえなかったような。僕、急用ができてしまったので今日はこの辺りで失礼しますね。え、あ、それは残念です。ぜひまた遊びに来てください。よし、これで七瀬さんの声が24時間聞ける。七瀬さん、かわいいな。
トイレに行くふりしてこっそり盗聴器をつけたのに、あの二人何も気づかないんだもんな。マジでちょろい。はあ、初めて見た時から君が好きだ、七瀬さん。でもあいつが憎い。七瀬さん、七瀬さん。あ、大橋さん、おはようございます。あ、おはようございます。これからお出かけですか？はい、高橋さんと遊園地デートなんです。そうなんですね。楽しそうだな。大橋さんはお出かけとかしないんですか？僕は一緒に行くような女性なんていないので。へー、大橋さんモテそうなのにな。高橋さん、早く行きましょう。遅れてしまいますよ。あ、はい。七瀬さんは俺のものだ。絶対にあいつから奪ってやる。七瀬さん、こんにちは。どうされたんですか？どうしても七瀬さんとお話がしたくて。高橋さんも今ならいないんですよね？そうですけど。じゃあ七瀬さんと二人きりだ。七瀬さん、俺のものになってください。俺は君が大好きで大好きでたまらないんだ。やめてください。私は高橋さん以外の男性には興味がないんです。だったら強引にでも俺のものになってもらう。俺と何してるんですか？あ、高橋さん、どうしてこんなこと。うっせえな、お前は邪魔なんだよ。小橋さん、お前さんいなくなってくれれば野瀬さんは俺のものだ。消えろ。高橋さんから離れてください。あれ、ここは、え、どうして目を覚ましましたか？七瀬さん、さっきはよくも私の高橋さんに危害を与えてくれましたね。え、いつもと様子が違う。盗聴してる時はいつも優しそうな感じだったのに。高橋さんに手を出しておいてただで済むとは思わないでくださいね。何を。もちろんあなたにも同じ苦しみを味わってもらうんです。高橋さん、あなたのせいで苦しそうにしてたんですよ。待ってくれ、今までのことは謝るから。今まで？あ、盗聴のことはバレてないのか。とにかくすみません。いえ、許しません。あなたもぜひとも苦しんでください。やめてくれ、もう二度と二人には近づかないから。言いましたね。許してくれるのか？私たちの前に金輪際姿を見せないというのであれば特別に許しましょう。よかった。でもあなたのことは警察に突き出しますからね。え？バレてますから。マジかよ。くそ。小橋さん、しっかり罪を償ってくださいね。小橋さん、引っ越ししたみたいですね。七瀬さんに何もなくてよかったです。彼、元恋人にもストーカー行為をして警察沙汰になってたみたいですし。高橋さんが守ってくれて嬉しかったです。ありがとうございます。小橋さんのことは解決したけど。おら、二人とも今日はラブラブね。ここに引っ越してきたから若い二人に見せつけられて私も若返っちゃいそうだわ。おばちゃんも若い頃はモテモテだったんだけどね。あ、そうだ、せっかくだし中に入ってお茶でもしましょうね。ああ、俺はこれで辛いな。あれ、もしかしてまだ見えてます？七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。